京王玉川駅は東京都調布市玉川4丁目にある京王電鉄相模原線の駅である京王相模原管区所属。駅番号は5 35。開業当初は調布駅から分岐した路線の終着駅であり玉川の砂利運搬が主な目的であったが1927年に京王閣が開業してからは多くの行楽客に利用された。 京王角の閉鎖後、跡地は京王角競輪場となり、最寄り駅として機能している。駅構造も東端式のホームとなっていた。しかし、相模原線が京王読みュりランドまで延伸すると、当駅は通過式の中間駅となった。ニュータウン鉄道として、相模原線が建設されたのは当駅からであり、そのため、火山運賃適用における境界は当駅になっており、 当駅と調布駅の間は、加算運賃が適用されない。相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。改札口は、通常北側のみ営業しているが、京王各競輪開催時と調布市花火、大会開催時には、南側の臨時改札口も営業する。各ホームには、北側改札と連絡するエレベーターと、待合室を設置している。売店、A ロットは、 改札部にある。平成31年2月をもって閉店。2020年度の1日平均乗降人員は12,409人で、ある。近年の1日平均乗降人員及び、乗車人員の推移は、下表の通りである。駅から南に行くと玉川の土手に出る。東には、桜包通りがあり、染島で約 1km の桜並木が続く。駅東側は、 競輪場への来場者を対象にした飲食店が立地する。商業施設の多い調布駅に近いことから、当駅周辺には大型商業施設は少ない。2000年代に入ってから駅周辺にマンションが数多く建設されている。京王玉川駅、調布南高校前、京王9000系30番台や7000系の一部での地域が京王玉川駅である表示。 京王フローラルガーデン、安示下車駅とは表示されない。なお、この表示は2画面化に伴い改修された。駅開設当時の駅名、玉川原駅は、この駅が玉川の砂利輸送を目的としたことから名付けられた。現在の京王玉川駅は、駅所在地付近に玉川が流れていることと、当時の東京横浜電鉄東横線玉川園、前駅の旧名称が、 玉川駅であったため、慶応と冠されたことによるものである。なお、玉川園前駅は2000年に再び玉川駅の名称に戻された。出店、ありがとうございます。